トフィーとはバターと共に糖蜜または砂糖を加熱して作る菓子である。材料は摂氏150から160度のハードクラックキャンディになるまで加熱する。トフィーはナッツやレーズンと混ぜて調理されることがある。トフィーの調理では材料を伸ばした形が崩れず表面にツヤが出るまで加熱する必要がある。加熱後の材料は浅いトレイに流し込み冷やして形成する。 異なる材料、手順、および温度でトフィーを作ると質感および硬さが変わってしまい、柔らかくネバネバしたり、硬く砕けやすかったりする。アメリカ合衆国のイングリッシュトフィーは、バターが多く、アーモンドが入ることが多い。これには柔らかいものと硬いものがあり、どちらが英国式で、どちらがアメリカ式か議論が分かれている。一般的なイングリッシュトフィーは、チョコレートで包み、 アーモンドの薄切りを乗せる。ヒースバーはイングリッシュトフィーのキャンディバーである。シンダートフィー、またはハニカム、スポンジトフィーは重曹と酢を材料に加えて生成した気泡で膨らんだトフィーである。重曹と酢の化学反応で炭酸ガスが生成され粘度の高い材料に止まる。ニュージーランドではホーキーポーキーと呼ばれる。トフィーを使った菓子にはリンゴ飴があり。 これは棒に刺したリンゴをトフィーで包んだ菓子である。トフィーアップルはタフィーアップルおよびキャラメルアップルと類似している。トフィーは様々な材料と組み合わせて様々な形で菓子に使われる。ラムバタートフィー、チョコレートカバー、バニラチョコレート、ラムレーズン、ハニカム等。トフィークランブル等の古式のトフィーはトフィー、ミルクチョコレート、 ビスケットナッツの組み合わせであった。この言葉の由来は不明である。料理作家、ハロルド・マギーは、砂糖と糖蜜を混ぜたものを示す、クレオール語の派生と主張しているが、どのクレオール言語か特定していない。オックスフォード英語時点での書出は1825年であり、タフィーの変化としているが、両方とも英国の方言として最初に記載されている。ありがとうございます。